ので。顎打つぞ。絶対打つと思うんだけど。待って待って。熱量の大きさ。ジェットコースターより多分。お前で。マジで。お前の。ジェットコースターで頂上まで上がる感覚に似てる。スプラッシュマウンテンみたいな。スプラッシュマウンテンみたいな。海外来たなって感じだね。すごい。ハル？ハル？ハル？なんかいたね。うわあいつ、サクサクってる。かわいい。どこじゃん？これさ、どうすんの？どうすんの？結構な頭使って、マジか。絶対びっくりするよ。てかすごい。あ、すげえ。車、いやこれびっくりするって。変だけど。滝の前。じゃあ荷物ここに置いてると多分どこも見せないですよね。ごめんなさい。後ろの顔見たら。ちょっと待って。迷子になったら叩きって話してる。いや、醤油。え、醤油。あまり誘拐してきても、あ、大丈夫だなと思って助けに来ない。うん、なるほどね。Mud volcano, where animal always. Come on! We're gonna have a good time. Wow! なんかそういうヒーローものいましたね。でも、あ、お、危ない。危ない。手が刺さった。誰？これだと で、俺ダメだこれ。どうぞ。叩いてない。違う。いつまで行っても、ほら。今だから垂直に下がってる。やべ。すごいよこれ。すごい。
出る超セクシーショットだよ。俺が裸だからね。恥ずかしくないよ、ね、全然ね、ビキビキしてきた、はい、いよいよそのままそのまま OKOK視聴者プレゼント第2弾ということです。ででん、今回はあの僕たち の, あの手形ですね。これはですね、はい、マットボール系の、はい、ドローで、はい、手形を、ね、手をつけてここに押さえたものです。はい、いい感じね。はい、一応サインもこうちょっとさりげなく、そう、示してさりげないね、ちょっとねさりげないね、そうしまして、この左手と目の半膜に左手となっております。これを本当にプレゼントしたいと思います。はい、レッツゴー、気持ちいい、最後に訪れたのはコーディネーターさんの計らいでとっても綺麗な水上コテージに案内してもらいました。いやー、女の子と来たかったですね。おい、今日帰るの？はい、そうですね。ここ？できた。来ました。そうですね。1対1。綺麗。うわー。かわいい。え、うわ。いいね。バスルーム。エッチだよ。いいと。丸見え。誰も気になかった。恥ずかしい。うわうわうわ、ジャグジーがあるよ。すごいね。これはテンション。マジか。贅沢だ。持って帰？うん。いいよ、ちゃんと本当だ。長く疲れるね、これは。そういうための、いいね、これはもう南国って感じですね。これは素晴らしいね。スイカとパインと、タケル君が嫌いな虫もいないし、パラダイスよね。うわ、これ気持ちいいわ。これめっちゃ気持ちいいわ。 I've been up, I've been down, I've been waiting for you.
アンモナイト気をつけて、タケル気をつけてね、ほらほら気をつけて、臭いよね、臭いんだ臭いんだまた生の匂いが面白い臭いってなった瞬間グザーって刺さないように気をつけてマジ臭いこれサメですよね。サメ。本当に。うっ、臭っ。さ。口が臭い。臭っ。なんで集まってきたんだ。お。すげえ。すげえ。すごい興味津々になってきたよ。
ゴーゴー、レッツ。マイク落ちたね。あ、マイク、マイク。イエー、お、すげえ柔らか。受けた、よかった。すごい。おおおお、すげえ。今エアー、エアーやるのかと思ったら、すごい技だね。すげえ。何？お、拍手が起きた。ふぅ。最後の、最後のね、プレゼント、何しようか。何しようかなと思っていまして。何しようか。何がいいかなと思って、なんか、身につけるものとかがいいなと思ったんですよ。そうだよね。こう、女性でも使えるみたいな。何がいいかなと思って。使っていただいたらね、嬉しいもんね。うん。すごくね。と思いまして。うん。思ったね。でもなんかちょっと暑いね。ちょっと暑いですね。ちょっと暑いよね。うん。なおさら暑くないなんか。なおさら暑いですね。なんでだろうね。なおさら暑いですね。うん。トー君。うん？それ、ちょいかすね。たける君。多分それ、ちょいかすね。たける君。それ、なんかすごい。合ってるね、上と。でしょう。はい、ということで今回のプレゼントはですね、僕たちが今身にまとっているこの、こちらの方はサロンと言われる、海とか行ってですね、うん、水着の上とかちょっとこうリゾート気分を味わいたい時にこうぜひつけていただきたく思いまして、